議案第35号、公の施設の指定管理者の指定について、自然地自然公園を議題といたします。これより質疑に入ります。まずはじめに、2番、山口茂議員。2番、山口茂です。議案第35号の公の施設の指定管理者の指定について、自然自然公園についての質疑をいたします。簡単に2点ほどであります。1つは、審査会で、当初指定された事業者が、辞退をして、そして辞典といいますかね、2番手の事業者が指定されたということなんですが、これはルール上問題はありませんかという質問が1つ。それからもう一つは、中伊豆ワイナリーの事業運営主体の会社と、今回指定された事業者の資本関係、まあ、なんか関係会社のようでありますけれども、それはどのようになっていますかという2点であります。あと残された質問の中で、やり取りをしたいと思います。回数の中でやりたいと思います。よろしくお願いします。それでは答弁願います。秘書、はい、産業部長に答弁をさせます。はい、産業部長、はい、それでは最初の質問につきまして答えさせていただきます。特にルール上問題はないと考えております。伊豆市の、公の施設の指定管理者の指定選定の手順等に関する条例というのがありますが、それには、市長は伊豆市指定管理審査会の意見を聞かなければならないとされております。それに基づきまして、選定の基準に照らし、審査して、最も適当でと認める団体等を指定管理者の候補として選定するとされております。今回は、伊豆市指定管理審査会に意見を聞きまして、その意見の中に、候補者の選定に関しては、必ず当該候補者、まあ、今回 B 社という方にさせていただきますけど、の意向を確認することとされておりました。この意向を確認した際に B 社より辞退が表明されたということでございます。以上のことから市長は総合的に判断いたしまして、最も適当と認められるシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社を選定したものであり、特に問題ないと考えております。以上でございます。で、続きまして2つ目の質問でございますが、シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社と今回の会社については特に資本的な関係はないということでございます。同じシダックスの系列会社ということで聞いております。で、今回の会社につきましては、まあ、シダックスの 100% 子会社ということで聞いております。はい、再質疑ありますか。はい、山口茂議員。はい、まず最初の審査会と、まあ、市長との関係ということで部長の方から説明がありました。まあ、条例が審査会の条例がありましてね、それで、審査会の市長は意見を聞かなければならない、まあ、こういうふうになっているわけです。で、まあ、諮問をして、答申がされた、だからその答申が、を尊重するということが意見を聞くと、まあ、こういうことだろうと思うんですね。で、その答申は、ある違う A 社ですね、今回の指定された会社ではない、まあ、例えば A 社と、まあ、A 社としなくてもいいんですけど、別の会社でありますが、そこで、ある意味、審査会の役割は終わってるわけですね。で、今度はその A 社を審査会に決めたので、市長としては、その A 社に対して、審査会の意向通り、ぜひお願いしたいということを申し上げたところ、これこれこういうことで、という理由があったらないか分かりませんけど、辞退をされた。で、辞退をされたその瞬間に、辞典といいますかね、第2番目、審査会の中で第2番目だった人が繰り上がって、そこを指定管理者にしましたというのが、今回の状況じゃないかなというふうに思います。で、ここで大事なことは、その辞典が繰り上がるということが、自動的にそれをもう必ず指定管理者にしなければいけないということなのか、それとも、もうこの公募は審査会の意見を聞けないわけですから、審査会の意見は違う会社ですからね、聞けないわけですから、この公募は不調にするという判断もあったと思うんです。で、やはりそこは今度はそのどちらかですから、そのどちらかを合理的に決める場合には、その辞退の理由が
極めて分かりやすく合理的なものであるという前提が必要じゃないかなというふうに私は思うわけですけれども、それはどんな理由があったのかということを、まずお聞かせをいただきたいということです。で、仮にその事態の理由が理解をできたということになりますとね、次の選択肢は、じゃあ辞典が繰り上がるのかということになりますけれども、2番、3番はどっちみち指定されなかった会社ですから、もう指定されなかったということに関しては全くイコールでしてね、ここがまるで僅差の場合だったらば、3番がなったっていいわけですよね。2番がなったっていい。まあ、これがもう圧倒的にその点数が離れてるということであるならば、2番が市長としてはふさわしいということで繰り上げるということは妥当だろうと思うんですけれども、その辺はどのようになってましたかということが2点目です。それから会社の関係でありますけれども、中井ズワイルがなりの事業を運営したいと、今回の大新党、シダックス大新党、なんだ、ヒューマンサービスという会社は資本関係はない。事業会社とはない。そうじゃなくて、事業会社と、ヒューマンサービスが多分この同じくらいにあって、その上にもっと大元のホールディングなのか、シダックスなのかなんか分かりませんけど、それがあるという、そういう関係ですよね。そうすると、同じ系列の中の資本関係、まあ、ある意味、この関係はないけれども、シダックスというこういうグループの中の一つであるということですね。そこは分かりましたが、その会社の、実態的な事業の業態的なところを見てみますとね、昨日いただいた資料では、業務内容として、30いくつかありましたよね。業務内容として30いくつか、まあ、いろんなその業務があるわけですよ。で、まあ、ネットなんかで調べてみると、私は図書館に勤めてますっていうのがあったりするから、これは書籍がどうのこうのと、書籍の販売、あ、図書館は書籍の販売じゃねえな、まあまあ、そういう販売とか、なんかいろんなこう分野になってるわけですね。それと私が推測するには、会社の名前がスダックス、まあ、大新党っていうのはどういう意味か分かんないけど、ヒューマンサービスっていうことですから、なんかこう派遣会社のイメージがするんですね。人をこうどこかへ送り込む、ある事業体に送り込むというような会社のイメージがあるんです。それはそれでいいんですけれども、さらに今度はその業務実績を見てみますと、合計で58施設に関与をしているということなんですね。で、そのいわゆる虹の里クラスのああいう公園の管理運営というようなことに関して、その関して手掛けている実績みたいなものがあるのかないのかね、というようなことですね。さっきのやつはそのヒューマンなんとかということですから、派遣会社のような感じをイメージを持つわけですけれども、この会社のいわゆる会社の業態としては一体どういうところに分類される、産業分類というか、どういう分類にされる会社なのかということを、お聞きしたいなというふうに思います。はい、答弁願います。産業部長。はい、いろいろあってあれなんですけど、一番最初の、辞退、まあ、された理由ということでございますが、まあ、最初にですね、答申の中では、答申書があるんですけど、もともと A 社、まあの方を、まあ、選考したということでございますが、まあ、その審査の経過の中で、候補者の選定に関しては必ず、まあ、A 社の意向を確認しなさいというのが答申書の中に出ております。それに基づきまして市の方で確認したということでございます。で、今回のものにつきましては、また募集要項ではですね、指定管理者で不適格であると判断した場合には辞典となった候補者から順に選定するということでしていますので、特にそれについても問題ないと考えておりますし、まあ審査結果についてはホームページ等でも公表しておりますので、あれなんですけど、A 社と、まあ、今回の大新党につきましては、それほど、まあ、点数には差がありましたけど、それほど大きな差がないという形でですね、選ばれたことに対しては、特に、問題ないという形では考えております。あと会社の実績でございますが、まあ、似たような施設、58施設という形でやっていると聞いております。で、静岡県内では、近くで言いますと、マリンスパ、熱海にあります、マリンスパ熱海、まあ、それであるとか、南伊豆町の銀の湯会館、
あとは港湯という形でですね、全国、本当に北海道から、広島あたり、島根あたりまで多くのところの実績を有しているということで、まあ、それを、社員みんなで頑張っているということで聞いておりますので、まあ、その辺については、問題ないのかと思います。で、主な事業ということでございますが、やはりその指定管理と、まあ、私の手元にあります資料を見ますと約37項目ぐらいありまして、まあ、本当にいろんな、まあ、書いてありますけど、どれが、まあ、一番のメインかというのは私どもちょっとわからないところがあるんですけど、まあ、飲食店の経営であるとかホテル旅館の経営であるとか、まあ、本当に農業農園の経営管理であるとか、本当に多種多方面にわたってですね、いろんな実績を要しているということで考えております。で、もともと先ほど言った通り、シダックスという大きな会社があります中で、まあ、その管理下で動いている 100% の子会社ということなもんですから、まあ、シダックスの親会社と連携しながら、まあ、いろんな事業をやっているという形で考えています。産業部長、仮に A 社ですか、はい、の事態の理由を、あ、ごめんなさい、質がありましたけども、A 社の自体の理由でございますが、もともと企画提案を、まあ、事業計画とかそういう形で企画提案をされました。まあ、その中で、まあ、主人源となります事業につきまして、まあ、遊具等を新設して、まあ、そこに、まあ、いろんな子どもたちとか、まあ、そういうのを呼びたいということがありましたけど、まあ、その遊具等の購入がですね、まあ、購入時期がかなり時間がかかってしまうという形の中で、やはり3年間の中では、それに基づいた収入を、投資したものに対して の収入を得るのは難しいだろうと判断したということで、A 社の方は辞退されました。はい、再質がありますか。山口茂議員。はい。辞退の理由がちょっと、やっぱり納得がいかないんですよね。だって、3年という期間での指定管理での公募をしたわけでね、その中でどういう仕事をするか、3年じゃ間に合わないって、そんな花から分かってるわけですよね。指定管理を受けた途端にいきなり3年じゃ間に合わないから辞退っていうね、こういう理由が本当に なんかちょっと納得のいかない世界だなというふうに思います。まあ、ちょっとこれ以上質問のあれがなくなっちゃうもんですから、とあとはですね、A 社が、まあ、そういうことで、A 社の理由でその、まあ、除外して、辞典を上げたというのは、それはルールがあるということでしたっけ。それはもう審査会が1、2、3つけてるので、1が消えたらば2になるよということは、ルール通りだから、問題はないということだということで、では理解をいたします。そして、業態的にですね、これ、どうもやっぱりヒューマンサービスっていうと、人間サービスだから、派遣会社のような感じで受けてどうしようもないんだけれども、まあ、実績から言ってね、熱海のマリンスパとか南伊豆のなんとかって結局お風呂やってるとこですよね。お風呂やってるとこが公園できるのみたいな話になるんで、先ほど聞いたのはそのいわゆる虹の里規模の公園レベルをの実績みたいなものが、ありそうじゃないんですね。 ないからということなんですけど、それをもう一回確認をしたいと思います。それからまあ、ヒューマンサービスというから、私は先ほどから申し上げてますように、派遣会社の感覚があるもんですからね、以前この話があったときに、新興公社はもう手を挙げちゃって、もうどうしても手を挙げたというか、もう万歳しちゃったということで、ただ、新興公社の今いる、虹の里を運営する知見を持っている人たちが何人かいらっしゃるわけですね。身分の違いはいろいろあるかもしれませんけれども、いろんな形で何十人かの人たちが携わってるんで、まあ、その人たちはできる限り、新しいその指定管理者の下で、働かしてもらいたいというような意向をね、強く言ってるんだろうと思うんですけれども、やっぱりそのヒューマンサービスはそれをきちっと受け入れてくれて、くれてというような形のものがある程度約束ができているのか、それからもう一つはその受け入れることに関して際して、まあ、労働条件的なものがね、あまりにもこうひどくなるということになるとね、困るんですけど、もともと新興公社あまり高くなかったみたいだから、それは問題なのかなという思いもあったりするんですけれども、まあ、そういう労働条件の問題であるとか、希望者の雇用の引き継ぎの問題であるとかというようなことは、なんかこううまくいくような形になっているのかどうかということをお聞きしたいなと思います。はい、答弁願います。産業部長。まあ、先ほど A 社の辞退の理由でございますが、もともと
まあ、遊具施設等のね、施設を、A 社の方の投資で、まあ、作って、まあ、ある程度そこに顧客を呼びたいという話がありましたけど、やはりそれがですね、やはりその A 社がやはり作るわけではなくて、やはり外国の資本を入れた、外国のまあ、資本を入れた中での、遊具との設置ということで、やはりかなり1年ぐらいかかるといったのが、ちょっとその辺の正確な数字はわからないんですけど、やはりそれぐらいの時間がかかってしまうということもありまして、どうしてもやはり、その3年間の中で、投資、1年後に投資して、あとの2年間でそれ回収できるかというと、それはなかなか難しいだろうという形で、まあ、今回を辞退をしたということでございます。で、まあ、類似施設につきましては、まあ、本当にいろんなこと知事でありますけど、例えば滋賀県の守山市なんかでは琵琶湖地球市民の森という形のものもやっていますし、まあ、虹の里ほどあれだけの、やっぱり50から60ヘクタールのものというのはなかなか大きな規模というのはないのかもしれませんけど、すべて50いくつ合わせればですね、本当に大きな施設に大人ほどのやっぱりいろんな形のノウハウは当然蓄積されていると思いますので、それに関しては信頼できるではないかと考えています。で、まあ、今働いている方の関係でございますが、大新島につきましては、今回地元からやはり 95% 以上のやっぱり人を雇いたいと、地元からそれだけの人を雇って、地元の人を育てながら地域を盛り上げていきたいという形での提案をいただいておりますので、現状の虹の里の当然働いている方に対しても、雇用のアップを取っていただける、雇用の関係の話はしていただけると思いますし、まあ、それ以外にも、まあ、雇用というのはなかなか伊豆市内では難しいところがあるかもしれませんけど、現状の考えではそれだけの人を地元から雇ってやっていきたいということで聞いております。はい、すみません、この本会議の質疑の時間は自己の意見を述べる場ではなく、対抗等に質疑をとどめるということになっております。細かいことは委員会に付議いたしますので、よろしくお願いいたします。次に、13番西間信也議員。13番西間信也です。自然公園の指定管理者の指定についてということで質疑をさせていただきます。まず最初にですね、今山口議員からお話し質疑もあったわけですけれども、3社からね応募があったということですけれどもね、1社はシダックス、大新東、ヒューマンサービス株式会社ですけれども、残りの2社につきましてね、どういう会社か名前を明らかにしていただきたいと思います。これ別の秘密ではないと思いますからね、入札のなんかだって質問で資料出したりしておりましたことがありましたからね、ぜひどういう会社か名前を明らかにして、あと2社の名前、それから2番目まあ、今もお話ありましたが、辞退した会社があったということで、1位になったね、会社に辞退したところですが、その会社、会社名を明らかにしていただきたい。それから辞退の理由ということなんですけれども、まあ、なんか投資といいますか、設備を入れるに1年間くらいかかるとかいう話ですけれども、大体ね、これ指定管理っていうのは、そういう自分ちで勝手にそういう施設を入れて いいんですか、どうなんですか、そういうことを一つお伺いします。なんか、資本を入れるとか投資するとかいうお話ですけれどもね、かなり大きなものを入れて、そういうことが大体できるのが指定管理自体がね、指定管理者制度でそんなことができるのがどうなのか、それを一つお伺いします。それから3番目ですけれども、まあ、シダックスがね、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社ということなんですけれどもね、まあ、これまあ、はっきり言って派遣会社みたいなもんだと私は思っているんですけれども、どういう理由でね、どこが良かったからね、
シザックスヒューマンサービスの会社を指定したのか、どういうところがいいのかということをね、ご説明していただきたいと思います。以上、3点4点ですか、お伺いします。ん？ 3 点ですね。3点でしたっけ。はい、答弁願います。秘書。私から申し上げますが、三社ともですね、指定管理については実績のある会社であって、優劣は審査の中でつきましたけれども、どの事業会社さんも指定管理をする実績は十分にお持ちである。その中で、順番がはつけさせていただいたということでございます。それからシダックス大新東ヒューマンサービスについてはですね、その会社の定款実績というよりも、私も10年以上シダックスさんとお付き合いをして、いくつかの基本的な会社の方針が終わりなんですね。一つはやはり、二代山のお弁当屋さんから始まりましたので、給食業務ということを本来業務とお考えであって、そこにありますように学校病院の運営ではなくて、そういった施設の給食、これこそが、シダックスのスタートだということで業務に挙げられております。それからもう一つ、これは代表から伺った話なんが、基本的に不動産は持たないということなんですね。ですから指定管理、そのシダックスさんの持っているその施設のですね、管理能力は使うけれども不動産は持たない。ただ唯一の例外が中伊豆ワイナリーで、ここはやっぱり創始者の極めて強い思い入れがあるということで、むしろ中伊豆ワイナリーが例外であって、したがって指定管理というのはこの会社ですね、シタックスの系列のこの会社においては、人材派遣業ではなくて、そういった施設を管理するノウハウを最大限活用した会社だと、このようにこれは定款の説明ではなくて、私はその会社の経営者の方から伺った内容でございます。その他ご質問については産業部長から答弁をさせます。補足説明願います。産業部長。はい、まず最初に応募された、3社の名前ということでございますが、今回、辞退された会社につきましては、事前に了解を取っておりまして、名前を公表しても構わないということでございます。株式会社富士工という会社でございます。もう一社につきましては、その辺については聞いておりません。これは審査会の内容でございますので、ご遠慮させていただきます。で、投資をしても構わないということでございますが、会社の責任の範囲内で、市の方の指定管理の方向性に間違いなければ、それはそれで投資しても構わないと考えております。秘書が答えですね。はい、再質疑ありますか。答えとして西間信也。はい、はい、以上。3社どういう会社かという、一つはシダックスヒューマンサービスですけれどもね、もう一つは何ですか、富士工という会社、お伺いしますとね、富士工が辞退したんですかということで、じゃあ富士工が辞退したわけですね。私がね、第3番目は教えてくれなかったけどね、私聞いた話はね、千葉県の塚原緑地研究所というところだと聞いたんですけどね、それはどうですか。それをお伺いします。言いたくないですけれども、塚原緑地研究所。それでですね、どういう理由で、どういう理由、冒頭ね、市長がね、いろいろ、給食から始まったので、今って給食やってますよね。小中学校病院で給食やってますよね。それはメインだと思うんですけどね。だから他のところとね、その富士工なら富士工とね、どういう、なんで富士工と比べてこっちが良かったかってことを、そういうことを聞いてるんです、私は。比較して聞いてるんです。ね、それをお伺いします。別は、志田区さんは悪いと言ったわけじゃないですよ。どういうわけですかってことを聞いてます。はい、答弁願います。はい、産業部長。
自体した会社は先ほど言いました株式会社富士工でございまして、今西山議員が言いました第三の会社については私のから答弁を控えさせていただきます。でなぜ良かったかと言われましても、審査会で、当然富士工さんが、第一に押されたわけでございます。その中で先ほど言いました通り、もう一度確認を移行しようと、移行の確認をしようということがありました中で、移行の確認をした中でやはり先ほど言った設備投資が難しいから辞退させていただきたいという中で、時点の、シダックス大新東ヒューマンサービス会社を、選定したということでございますので、両方とも私にとっては優れた会社であるという形で考えています。はい、再質問ありますか。西間信也議員。はい、なんで、シダックスがいいかということをね、具体的なことをおっしゃってくれなかったわけなんですけれども、何回も言いますけど、私はシダックスは悪いって言ってるわけじゃないですよ。いいからどういうふうにいいなってことを聞きたかったんですけどね。それじゃあ今でも後からいいんですけど、その指定管理者審査会のね、点数表っていうのがあるわけでしょ。点数表この前にはどっかの時に出してくれましたよね。そういう表点数表、何が何点とかそういうの出してくれますか。お伺いします。はい、答弁願います。産業部長。ちょっと先ほど言ったどういうふうにいいかという形で、市長が私は答弁したと思っているんですけど、シダックスにつきましては、さっき言った今回の会社はシダックスの 100% 子会社ということでございますが、シダックスに関しましては、いろんな形で飲食店の、経営能力であるとか、食のスペシャリストであります、シダックスルーツはもうその辺で有名でございますし、今回の会社につきましては、全国的に多くの観光施設、質の高い会員運営をしているということでございます。また複合型の施設も運営しておりまして、素晴らしい会社であると考えています。で、シダックスに関しまして言わせていただければ、広報とかね、そういう戦略につけましても、いろんなところで、宣伝されているという形でですね、総合点に考えまして素晴らしい会社であると考えています。で、点数の結果表につきましては、後ほど委員会がございますので、そちらの方で配らせていただきたいと思います。で、これはホームページ等にも公表しているものでございます。はい、後ほど委員会等で、答申書とか議論の参考になる資料が提出があるということですので、その点を踏まえて、質疑継続お願いします。次に、13番森芳生議員。失礼いたしました。15番森芳生議員。15番森芳生です。私はね、ことここに至った理由がね、さっぱり分かんないんですよ。新興公社の人がなぜ引き上げざるを得なくなったのかね。笑ってる人がいるけど分かってんな、あんた。何笑ってんだ。コンプライアンスって議員の発言とコンプライアンスどこで、市長もさっきヘラヘラ笑ってた。ね、あなた管理労務になるんじゃないのこれ。森さん、質疑を継続願います。質問しますよ。だから伊豆市の管理能力はどこにあるんだってことをね、まず第一に問いたいですよ。盤上の滝は万歳して逃げちゃったと。そして今度は伊豆市最大のあれだ、施設がまた万歳してたのかどうなのかね。私から言わせれば1億円持ち逃げしたのかどうなのか。まず一つ、1億円の残金はいくらあるのか、産業部長控えてるんだ。分かってんだったらね。何？この議案の35号について質問してください。皆さんね、そんなこと言ってるけど、何をね、このシダックスは運営するんですか？虹の里を運営するんでしょ？虹の里には私たちの1億円が僕は預けたもんだと思ってますよ。総務部長は窮したって言ってるけど。そういう意味で後で給付したという証拠を出してくださいよ。で、残金はどうするんですか。シダックスが持ってっちゃうの。僕は5、6千万円持ってると思いますよ。質問に、質
してください。自分の意見は述べないでください。今、鈴木正人君だな。なんだ、整理って。三度虹の里には、伊豆市の。何で休憩いたします。質問、会議を再開いたします。いいですか。はい、質疑お願いいたします。質問しますよ。はい。シダックスってどういう会社なのか。まあ、今までの話の中で、まあ、派遣会社だろうという意見があったけど、これ9541年人数から言ってもこれ派遣会社だとは想定つきますよね。じゃあこの中に正社員何人いるんだと、ね、ちゃんとした正社員がいて虹の里の管理にするために伊豆市が派遣してくれるのかどうなのか、そういう考えのもとに受けてるのかな。またどこかから派遣社員連れてきてつけて引きつあくっつけておくだけで、でシダックスが受けて伊豆市はシダックスにいくら払うというような条件があったと思うんだけど、この公募に対する条件がどうなのか出したんでしょ。全部施設に関しては申請だろうが何だろうが維持管理に対しては伊豆市が責任を持つとか、ね、それに対して、藤子さんがなんか回収できないから辞退するということが僕は非常におかしなことをおっしゃってるなと思いますよ。ですからこのシダックス、まあ、なんだか長すぎて読めないような会社の名前だけど、まあ、資本金が1億円だったら会社概要ぐらいあるでしょ。会社概要を次の委員会の時でいいから出してください、ね、会社概要がないような会社とこの資本金1億円じゃちょっと なかなか配送ですかというわけにはいかないですね。それから不二子の辞退の理由ね、全くはっきりしない。辞退する必要ないじゃないですか。伊豆市が全部持つんでしょ。何を投資するって言ったんですか。藤子は人だけ汚してくれりゃよかったんじゃないですかね。それから入札時の伊豆市の提示条件、これもはっきりさせてください。それから大沢社のだからシダックスが何も条件つけないで早いうちでやりますって言ってきたのかどうなのか、条件つけたのかどうなのか、以上お伺いします。はい、答弁願います。秘書。今回いろいろ事態等起こりましたのは、まあ、一つにはその伊豆市の側のですね、公募の仕方として当初すでに報告申し上げておりますとおり、公社が引き続きということで、秋になって、継続困難ということになったわけですね。でその時点で当然一旦閉めるとか公募期間を十分に置くという選択肢もあったんです。選択肢もありました。他のところからもですね、半年1年ぐらい検討すれば魅力ある施設だという声もありました。しかしその4月1日から、やはりその虹の里を運営するという再公募をしないわけにもいかないだろうと、行政の手続きとして、やはり公募してみてですね、それでもきついのはスケジュールがきついのは承知の上で公募してみて、それでもいや4月からではどこもできませんということであれば、また他の選択肢もある。しかし
ひょっとしたら事業会社によっては4月から頑張ってくれるところもあるかもしれない、まあ、そういった非常にその厳しい時間的制約の中でご提案いただいた一つの中に、8月ごろに新しい施設を整備できればいけそうだというご提案もいただいた、それは魅力ある提案の一つだったんですけれども、しかしやはりその発注をに着手したところがやっぱり想定外、まあ、当時のですね、提案した時の想定よりもかなり時間がかかるというようなことが起こって、これはやはり一つは公募で検討いただく時間が短かったという制約があることも承知をしておりますので、ある意味そういった公募の条件が非常にそのレアケースで厳しかったということも背景にあると思っております。それから公募の条件、詳細は委員会でご提案ご提示すればいいと思うんですが、後ほど産業部長の方からですね、示させて本会議で言える範囲内ではあれば説明をさせます。それから今回虹の里という特性から中に入っているテナントの皆さん、それからこれまで公社の職員としてやってきた伊豆市民、それからそれをその公園整備でお願いをいただいてきたシルバー人材センターとかその他の方々になるべくこのまま従事していただきたいということも社会的ニーズとしてあると思っておりますので、もちろんその本人次第なんですけれども、基本的に使っていただきたい、残っていただきたいと考えていたわけです。したがってそこを全部切って丸々何十人何百人外から入れてくださいという形を考えておりませんので、これからはですね、議会でご承認いただければ、市役所さんとご相談いただいさせていただいて、可能な限り希望する方々には残っていただきたい、それでも足りないところは市役所さんの方で手当ていただきたい、そういった状況にあることはぜひご理解をいただきたいと思います。補足説明、産業部長。まずシダックス大新とヒューマンサービス会社はどういう会社かということでございます。まあ、先ほどちょっと山口議員の方から の質問がありましたけど、ちょっとその時に私もちょっと中途半端に答えてしまいましたけど、一応社会サービス事業、あるいは地域活性化事業という形のものをやっているということでございます。学校給食であるとか、まあ、図書館、児童館、ディア施設の運営、まあ、指定管理者等をやっているということでございます。で、先ほど言いました虹の里につきましては、今、市長からも話がありましたとおり、なるべく地元の人、今やってる、今、虹の里に勤めてる人を雇ってもらいたいということではお願いしております。で、先ほど言いましたとおり、この会社は 95% を、伊豆市の方から、伊豆市民を雇いたいという形で聞いております。で、指定管理料については、市の方からは払うあれはありません。ただ、今回やっぱりいろんな形で修繕とか、修理という問題が出ます。それは以前の新興保障の時も同じでしたが、その辺につきましては、今後も協議しながらですね、予算等を取ってですね、修理等は考えていかなきゃいけないと考えています。会社の概要でございますが、今私の手元にですね、シダックス、シダックス大新とヒューマンサービス、サービス株式会社、あと同じ系列の大新東株式会社、大新東車両運行サービス株式会社の概要書がありますので、これについてはまたコピーをさせていただきます。で、あと今回の募集の時の要件でございますけど、一応募集要項というのがありまして、その中でいろんな形でですね、こういうことに基づいて提案していただきたいというのを謳っております。で、管理運営につきましては一応水準書というものを作りまして、その水準書の中に提案をお願いしたいと。で、この中の基本方針でございますが、例えば、虹の里の入園者数の増加を、第一の目標とし、伊豆市内、特に虹の里の近隣にある自然寺温泉場の庭を創出に寄与できるような管理運営を行うであるとか、例えば、夏季と、鉄道を活用したイベント企画立案による観光客誘致を行うであるとか、それぞれいろんな形で提案させていただいております。以上でございます。産業部長、いわゆるこの会社の正社員の数とか、シダックスが受託するにあたって何か条件をつけたのかというのもありますけど、その辺はどうですか。正社員の数につきましては、概要書に書いてある9541名であると、認識しております。
いわゆる全員が常勤正職員。それは従業員総数って書いてありますね。それはあの分からないってことですね。ちょっと分からないです。分からないと、はい。一応従業員総数としてはその歌ってる数はうちの方では受けてるというぐらい。あと条件、受託する、年収託する。あ、条件については何もないです、ね。要は推薦書というか、その企画提案をしていただくときに、あの条件を提示していますので、それ以降については、特に条件を出しておりません。はい、分かりました。はい、再質問ありますか、森吉雄議員。はい。どうも話の内容からいくとね、藤子は企画提案したわけだね。で、そうでしょ、提案したんでしょ、なんか投資するというようなことを言ってきたんじゃないんですか。投資は考えてなかったんですかね、藤子は。それがじゃあもう一回それはっきりしますからね。そう、もう一つ、じゃあシダックスに対しては全て源流する財産は伊豆市の財産というふうに、考えていいですか。その2点だけお願いします。答弁願います。藤子さんも提案はしておりますし、あのシダックスさんの方もいろんな形で提案を受けておりますので、その提案についていろいろあの審査会法で吟味していただいたということでございます。で、今回もその提案書につきましては私の手元にありますので、まあ、これを実行していただくような形でですね、まあ、これからあの経営の方をお願いするということになっています。設備費とかそういう伊豆市のものもありますし、それは寄付したものでありますのでという形では当面ということです。はい、再質問ありますか。はい、森吉雄議員、ね、いいですか。藤子は提案してきたと、しかし回収できないから辞退する、片方はそのまま引き継ぐからやります。え、もう全然違うじゃないですか。これはもうね、再募集すべきですよ。なんでシダックスは原油設備そのまま、ね、運転資金も持たない、伊豆市の運転資金も渡さないんでしょ。それでシダックスは、はい、自力で運営してきます、お札したんでしょ。それどうなの市長、藤子さんはそんなことできないから、じゃあ 僕らが辞退しますって言ったんじゃないんですか。それはっきりさせてください。はい、答弁願います。はい、産業部長。ちょっとなんて答えていいかわからないんですけど、あの藤子さんはその遊具等をあの設置して、まあ、投資したいという形では提案いただきました。で、あの大新装さん、シダックスにつきましても一応サービスの向上であるとか、あの夏季を利用したあの観光客の誘致であるとか、さまざまな提案を受けています。ですから何も提案ないわけじゃなくて、その提案を今回はあの市の方で、審査会の方で審査いただきまして、こういう形であれば十分に運営できるだろうという形での答申をいただいたということで理解しております。はい、次に16番木村健一議員。16番木村健一です。議案第35号について質疑を行います。ですね、これをどう評価するのかということが今投げかけられているんですけどね、指定管理者に適切かどうかということで、それで、すいません、要求水準書全部質疑じゃ、あのこれを質問するわけないから、要求水準書がいわゆる提案されて、それでもついて答えたと。基本的には要求水準書、細々じゃなくて、大枠については、それぞれの、
指定管理者応募した方々がこれに応えるような形でやられたというふうに思ってますので、それに応えられる指定管理者を今提案していると、2番目であってもということの前提にしてお尋ねします。今実績の話1番目です。実績の話をされましたけれども、入札にしても、それから、入札の一種であるそのプロポーザルにしても、市の方では実績を重視していることは重々皆さんね、皆さんということない、市長および、関係部長はご存知だと思うんですけれども、今回のその実績を重視しているということは何なのかというお尋ねします。いわゆる施設の管理全般についてじゃなくて、今回は、いわゆる自然公園がどういう性格のもとで住民サービスを行っているのかということ で、この基本方針の中にですね、部長も述べられてました、虹の里の入園者数の増加を第一の目標としということが、これが市が管理者に求めたことですね。それで、これはもう当然、これについていろんな考え方あるからいいんでしょうけども、虹の里に特有の求めてる市が、市長が管理者に求めるところについてお尋ねします。基本方針の中にあります、火器と鉄道を活用したイベントの企画立案だと、ここを私は一つの、他の施設とは全く違う大きな特殊だと思うんですね。これが、これの管理能力があるのかどうかということで、当然審査されたのかな、審査会は。そしてそれを受けて今回提案されてるのかなと思うんですけども、よりそこのところ具体的にお尋ねします。その中の一つです。この中に主な実績ということで、シダックス大新とヒューマンサービス株式会社の実績が載ってますけども、これは主な実績ということで4つ挙げてますけど、施設名をこれは、お尋ねしますね。すでにこれもずっと過去もそうだし、今もこの施設は指定管理者としてこの、シダックス大新とヒューマンサービスが指定管理者としてやられているということでのこの実績を紹介しているということで理解してよろしいんでしょうか。より具体的に聞きます。さらに、火器と鉄道についてどういうことを求めているかと、ですね、市長が、指定管理者に求めたのは、火器については、いわゆる管理状態が入住者数の増減にすごく直結するから、特に細心の注意を払って管理してくださいよと、そう要求しております。それから、いわゆるバスとか、それから鉄道等々については、適切な資格及び経験を有する者を選任して重視させるものということを要求しております。だからそれは、そういう実績がこのシダックスにあるのかどうか、そういうノウハウというかね、なくてもそういう能力をきちっと技術的に求めた、るんだけども、そういう今回の、シダックスがある会社なのかどうかお尋ねします。それから、総じて聞きます。この中にもですね、いわゆる従業員をどう取り扱うのかということで、全従業員について市の方は指定管理者の求めるより現在後者の従業員云々って書いてあって、従業員の雇用条件や待遇については指定管理者が個別に交渉を行うものとすると、こう要求しています。そうすると、いわゆる紹介するんだけども、いわゆる今市の方で求めているのは紹介はするんだけども、今の働いている条件、身分保障をきちっとやる労働条件および給与等々についてはきちっとその市の方でこのシダックスに求めている、そういうことを求めてお答えがどうなったのかということをお尋ねします。
以上であります。答弁願います。以上。私からまず応募いただいた事業者の実績とそれからそこに期待することについてのみ申し上げます。先日も申し上げましたけれども、この虹の里がそのもちろんいろんな面を有しているんですが、主として市民公園なのか主として観光施設なのかによってやっぱり変わってくると思います。でこの3社はですね、市民公園の管理であれば、まあ、優劣がつかないほどしっかり管理実績のある会社と私どもは認識しておりますが、まあ、市民の皆さんももちろん、もみじの季節とか行かれるにせよ、やっぱり実態は 90% 以上が観光客ということで、やはり観光施設という側面が強いし、地元の自然温泉の皆さんもそのように理解をしている。そうすると、やはり今回は第1位と第2の事業者さんの方が、誘客の実績、誘客の期待値というのは大きい、そこが、かなり期待値としてですね、出てきたんだろうと思います。で、さらに、まあ、近くで観光施設を今人気のものをやっているところについては、やっぱりより少し期待ができるかなと、投資もしていただけそうだしというくらいの、全体の感じだったんですね。そこで、やはり入園者数をしっかり確保していただけるところということで、そのような審査の点数はともかくとしても感触としてはそういうことがございました。で、花と鉄道については議員もご承知の通り、もともと菖蒲園で始まった施設、ただ今はもみじの季節が相当な人気ですので、やはりそういった伝統と今の特性、それから世界でも、すみません、私の記憶が正しければ確か3例しかない蒸気機関車の、ロムニー鉄道ですね、これはやはり特性としてやっていただきたい。ただそれは鉄道の運転免許とかそういったものではありませんので、まあ、これは産業部長から答弁をさせますけれども、そういったその資格については当然手当をしていただくことになりますが、いわゆる鉄道の運転室とかそういったものではありませんので、そういった特別の何て言うんでしょうかね、際立ったものが必要な施設とは少し異なっているところはございます。補足説明できる、はい、補足説明、産業部長、はい、ちょっとまたいろいろありまして、わからないところあるんですが、一応、夏季につきましては、まあ、本当に今まで地元の業者さんが入れてですね、管理していたと思います。で今回もシダックスの提案につきましては、地元の方、約 90% を地元 の, 管理できるような会社をですね、委託してですね、夏季とか中の庭園であるとか、まあ、そういうのを守っていきたいという形で、先ほどの雇用に関しましてもそうですけど、なるべく地元の今まで使ってきた業者を使ってですね、やっていきたいということで聞いております。で鉄道につきましては当然そのノウハウというものはあると思いますけど、現状ボイラーの資格があれば運転できるということで聞いております。でそれにつきましては当然多分資格ある人がいるだろうと思いますし、引き継ぎに関しましては今現状できれば鉄道を運転している方をですね、まあ、そのまま雇用していただければ一番いいのかなと思いますけど、まあ、それにつきましても、まあ、引き継ぎ等はしっかりさせていただきたいということで考えております。で労働条件と、まあ、身分保障とかいろんな問題ありますけど、今回のシダックスの提案につきましては、やはり伊豆市ですね、まあ、その雇用される方をですね、まあ、一人一人が経営者的な観念を持ちましてね、自らまあ率先して行動できるような形でですね、まあ、研修をしていくという形で、市民の方をまあ宝みたいな形でですね、考えていただいて、育てていきたいということを聞いておりますので、労働条件はどうだったかという話は市の方から直接はしておりませんけど、そういう形でですね、身分を保ちながら、引き続き、まあ、雇用できるような形では考えてくれていると思います。指定管理につきましては現状、まあ、4社主だった4社ということと、まあ、現在の
伊豆市の近くであります熱海と、まあ、南伊豆という形で、まあ、4社挙げさせていただきました。私の手元にあります類似施設としましては、まあ、58社ありますけど、まあ、それぞれ、まあ、2014年からやっているものとか、そうですね、4年から5年近くやっているものの実績について、私の方に資料がいただいております。まあ、そういう形で今回は、特にどうということではないんですけど、まあ、地元に身近なものを例として挙げさせていただいているということです。でございます。はい、再質疑ありますか。はい、木村健二議員。はい、木村です。すいません。一番その、この、今回提案されているシダックスが、今、こう話聞いてると、いわゆる地元の人たちを雇用するんだな、ということは分かりましたが、だからお尋ねしてるんです。従業員の雇用条件とか待遇については、この要求書に市がこう発信しているその指定管理者募集にあたっては、要求水準書は、これについては、従業員、ごめんなさいね、もう一回言ってみます。従業員の雇用条件や待遇については、指定管理者個別に交渉を行うものとするということだけなんですね。そうすると、いや、どういう、今まで通りのことをきちっと市の責任としてですね、働いている人たちに、最低限今、こういう条件の下で働いているんだから、ということの、そういう、なんていうか、この募集するにあたって、そこまでまだ至ってないということですか。ということは、今後それに関わるんだから、ひょっとしたら良くなるかもしれないし、悪くなるかもしれない、今までおりかもしれないということが、市の基本的な考え方でしょうか。ということです。それと、この中にもですね、いわゆる、まあ、平たく言えば、市が管理している施設、誰が管理するということを見るならば、シダックスに委託するわけですよね。委託じゃないんだけど、こう分かりやすく言うと委託する。そして、この中にですね、さらに委託することも可能。ただし、全部ひっくるめて委託しちゃダメだよっていうことがこの要求推奨書にある。そうすると、今回、そのシダックスが、市民の方々に雇用を求めたときに、その個別に委託をその頼むというような形ですか、そうすると、やっぱり待遇がどうなのかなというようなことは、一番こう、なんていうかな、気になることだからお尋ねしたい、それから最後にですね、この主な業務実績の中の一番下に、マリンスパ熱海って、熱海が載っておりましたが、ちょっとたまたまいろんなことを昨日帰って調べたら、ですね、ちょっとご存知でしょうかね、すいません、見解述べません、私は。このマリンスパ熱海は、2月の何日かに公募したのが2月10日ですね、募集をかけたのが。そうですね、2月12日なんだけども、熱海の行政のはちょっと分かんないんだけども、どうやったのか分かんないんだけども、地域の、マスコミの報道、新聞報道によると、日付がインターネット上で1月2日付になってましたが、新年度管理者交代ということで、マリンスパは、このシダックスじゃなくて、他に回しますというか、指定管理者変わりましたと。で、だから休館をして、新しい指定管理者が、3月29日、今年の3月29日から4月7日まで休館をして、そして新しい指定管理者、新指定管理者に、熱海市はお願いするということなんです。そうすると、だから聞いたんです。冒頭、主な業務実績っていうのは、今も続いていますかっていうお尋ねしたんですけども、そのあたりは部長、ご存知でしょうか。はい、答弁願います。産業部長。
マリンスパ熱海につきましては、現在私の手元にあるものにつきましては、2014年の4月1日から、2019年、今年度の3月31日という形での指定管理期間の、終了するとは聞いております。ただ、その後どうなるかことについては、ちょっと私の方に情報はありませんでした。はい、で今、木村議員から、おっしゃられたことは事実なのかもしれません。ただマリンスパ熱海ではですね、いろいろな観光協会様であるとか、ビール会社等とですね、まあ、連携をしましてですね、観光客の誘致、まあ、観光プロモーションを行いましてですね、まあ、誘致に努めてきたということでは、この資料の方には載っております。で、まあ、個別雇用という形で最初お伺いされましたけど、現状西の里でですね、まあ、どういう労働条件というか、まあ、例えば給料であるとか、まあ、そのものがどういうものかというのはちょっと私の方も存じておりませんし、そういう情報はありませんので、まあ、当然その辺についてどういう形で雇用してくれというのは私の方から話をしてはありませんし、まあ、市の方からするつもりもございませんが、現状やはり今の労働条件を、まあ、最低限にしてですね、まあ、それ以上のものをやっぱり雇用していくのか、それのものを条件としてですね、お願いするような形では市の方からもお声かけはできるのかなと考えておりますので、まあ、どこまで踏み込んでいいかという問題はありますけど、ある程度これから下がるようなことがないような形でですね、お願いしていきたいとは考えております。で、委託につきましては、当然先ほど言った通り、芝生の管理であるとか、まあ、樹木の管理であるとか、当然大新党白く大新党さんができるわけではございませんので、まあ、そういう形ではいろんな形 の, 委託会社、地元の委託会社であるとか、まあ、そういう形のですね、管理できるようなところについては委託していくものと考えております。はい、再生ありがとうございます。はい、です。次に、1番、羽田野康明議員。1番、畑野康明です。議案第35、公の施設の指定管理者の指定について、質疑をしようといたしましたが、今までの他の議員の方たちの、まあ、他の議員に対しての、答弁、市長の答弁、また部長の答弁で、素晴らしいご回答が得られましたので、私の方は、まあ、いつにとって今まで以上に素晴らしい施設になってくれることをお願いしたいと思いまして、これで、終わります。以上です。以上で質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第35号、公の施設の指定管理者の選定について、自然寺自然公園につきましては、総務経済委員会に付託いたします。なお、総務経済委員会は本日1時から開催願います。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。次の本会議は3月22日午前9時30分から開催いたします。本日はこれにて散会いたします。